そう、いつもね、同じエンディングなので、それはね、うちの書いてる物語とか、読むブックとかですけど、だからもう、秘密にしても仕方ないから、エンディングシーンだけはね、だから、今、公開します。エンディングシーンだけは、まず霧の丸が龍太の、まあ、冒険が進んで、本当にひどい目にあって、妖怪に振り回されて、その旧姓妖怪に振り回されて、で、やっとのことで、やっと、女の人生に戻れるかなと思って帰ってこった彼、ヒロイン彼に、故郷の、母親がいます。故郷の、ルーラーやったかな。借りたお母さんがね。なぜ借りたをお母さんに物差して叩いてしつけたか分かるっていうのを出すんです。で、その後、皆さん覚えてるかもしれないけど、秘密にしておいたらいいでしょ。それがエンディングストーリーなんです。で、あとは、そうそう、もう一個ね。すべての星は死者なんです。そう、死人。そして死人だけが死者だからね。光る筒も、月も光も、みんな死者ね。一本死んだから光になる。ね。わかりますね。でもね、土。死者の、そうね、死者のね。落ち葉ね。そして土をまとったものもやっぱり土をまとった光も死者、そうよね、魔女の霊感でしょ。そしてジンマシンも死者なのね体の中であなたたちが死んだところなの、たくさんジンマシンが出てるの。さて、じゃあ、お腹いっぱいの助のタイガースにお腹っていう先生が現れたのは河内にの名字ですけどね、主人公お腹いっぱいの助っていうことなんです。で、彼もいろいろな扱われ方した人だと思います。江戸時代からね、この名前が有名だからね、残ってるかな、そういった書物ね、残ってたらいいね。で、まあ、うちもこの名前使わせてもらいました。伝統の、ね、大阪では伝統の名前なんです。この落語でも使われたことある名前と思います。お腹いっぱいの助っていうのね。で、お腹いっぱいになって、主人公ね、がヒロインの冷静に、すなわち島佐子に言いますか、ラストシーン。女守るのを仕事やと。そらいろんな守り方はあるわ。南蛮みたいな、君も家もなく、人が争い、女をめぐって喧嘩する生き様もあるなしにはあるわな。そこにあればあるなしも。だが、ここはな、天地神明。お前、アマタス守るため、その仕組みの根源だから。みなその宿狩り森もクリスタ、わしも知らん。帝も宿狩り森も一つやさ。いやけど、あんな、辛いくんやな。それをさえ、ラストシーン、お腹